お久しぶりです。トーマスです。実はね、昨日新型 iPhone SE が発表されました。ということで、今回の動画ではね、新型 iPhone SE 発表されたものが一体どんなものなのかっていうのと、あと俺がその新型 iPhone SE に対して感じた感想っていうのを解説をしていきたいと思うんですが、最終的には小型スマホの星になるでしょうという結論になります。じゃあ早速行ってみましょう。まずね、昨日発表された新型 iPhone SE、そんなん何か全然知らんよっていう人向けに、新型 iPhone SE の価格と容量と発売日っていうところから解説をしていきたいんやけど、予約開始4月17日。つまり明日です。そして発売開始4月24日なので、まあ1週間後ぐらいっていうところで、相変わらず Apple は発表から発売までが早くて素晴らしい。そして価格と容量が 64GB44,800円の 128GB49,800円、 256GB68,000円という値段になります。すべて税別です。これがね、ものすごい安いのよ。だから今スマホ市場は荒れているんです。おっと、やばいのが来たぞ。iPhone、これは売れるんじゃないのかっていう話で盛り上がっています。もうね、賛否両論がね、俺はいい、俺は良くないと思うみたいなのがね、巻き起こっててすごい面白いことになってます。でね、これ注目してほしいのが 64GB44,800円、それに対して 128GB の値段が5,000円しか上がってないから、これむっちゃお得やんって思うけど、そう感じてる人は Apple の策略にはめられています。これは何かというとですね、 64GB モデルをあえて高くすることによって全員を 128GB モデルに誘導するための Apple の戦略なんですね。恐ろしいということなんで、おそらく 128GB モデルが一番売れるでしょうと思っています。まあでも基本的にはライトユーザー向けやから 64GB でも十分足りるとは思うけどね、その辺は好きに選んでもらえればと思います。で、じゃあ iPhone SE どんなもんなのっていう話をするんやけど、もう端的に結果から言ってしまうと、 iPhone SE っていうのは毎回のことではあるんやけど、今までの iPhone の劣化版なのよ。で、どういうことかっていうと、今までの iPhone の外側あるでしょ、あれをそのまんま使って中身だけちょっと入れ替えて安くしましたよっていうのが iPhone SE の正体なんです。だからね、俺 iPhone SE ってあの四角い形の4インチのやつのことを指してるのかなと思ったんやけど、 Apple としてはそういう認識ではなくって、ただの使い回しですよっていうものに対して iPhone SE っていうネーミングをつけています。つまり今回の iPhone SE はね、ボディに関しては iPhone 8を使い回しをしつつ、中身の処理能力だけは iPhone 11に入れ替えましたよっていう感じになっちゃってます。ということなんで、新型の iPhone SE を解説するにあたっては iPhone 8との違いを解説した方がはるかに早いです。なぜなら本体は全く同じものを使っているから。で、 iPhone 8との違いをまとめたのがこの4点になります。で、まず CPU ですね、頭脳の部分が A11 から A13 にグレードアップされています。 iPhone11 の中身そのまんまです。そしてメモリに関して、これ公開はされていないんやけど、 iPhone8 の 2GB から iPhone11 の 4GB におそらくグレードアップされているでしょう。そしてね、 iPhone8 で対応していた 3D タッチに今回は非対応になりました。これはね、俺は別になくてもいいかなとは思ってるんやけど、まあ、使ってる人はちょっと残念よね。で、もう1点がデュアル SIM に対応をしています。ただし物理スロットが1つと、もう1つが eSIM です。で、eSIM が何かっていうと、物理スロットを持たないのよ。こういうカードを入れるんじゃなくて、単純にこの機器上で登録をしてしまうことによって新規の電話番号を取得する SIM のことを eSIM って言うんやけど、ただ残念ながらね、 eSIM に関しては現状 IIJ と楽天しか対応していないから、選択肢が非常に少ないっていうところではあるんやけど、まあ一応選択できるようになったっていうのはメリットになるのかなと思います。で、じゃあよ、新型 iPhone SE の処理能力ってどんなもんなの実際っていう話をしていくと、さっきも言った通りではあるんやけど、 A13 チップと 4GB メモリ、この構成に関しては iPhone の11と全く同じ構成です。つまり処理能力も iPhone の11と同じになるでしょうというところで、 iPhone 11どれぐらいの性能なのっていうのがこれなんやけど、性能を計測するにあたっては一番有名なソフトでアンツツベンチマークっていうアプリがあります。これ今現在ストアから削除されているので、早く復活してください、よろしくお願いします。で、それで計測したところ、今のところ iPhone 11のスコアはスマホ歴代2位のところに位置しています。これ具体的にどういうことかっていうと、今一番性能が高い CPU っていうのがスナップドラゴンの865です。で、これを搭載しているアンドロイドで、これちょっと読み方わからんねんけど、 IQOO3 っていうのが一番安くて6万円で入手できます。で、それが56万点っていう驚異のスコアが出るんやけど、それに対して iPhone11、 そして新型の iPhone SE に関しては51万点というスコアを出せるにもかかわらず、最安で5万円という驚異の値段ですね。で、一応下も紹介しておくと、50万点っていうのがスナップドラゴン855プラスっていうのがあって、これの俺搭載しているスマホあんまり知らんねんけど、だいたい安くて5万円ぐらいで入手できると言われていて、48万点のスコアを出せる代表が Mi9 っていうスマホがあって、これが一番安くて4万円という、まあ、この価格も衝撃の価格ではあったんやけど、今回のね、 iPhone SE 51万点で5万円という価格もかなりの衝撃です。で、この4つどれぐらい性能が高いかっていうと、普通の人であればもう完全に持て余します。アプリの起動は全部爆速やし、せいぜい差が出るとしたら PUBG モバイルとかの重いゲームぐらいにはなるんやけど、ただ性能が高いということは、それぞれのアプリの起動とか切り替えで待たされる時間っていうのが全然な
くなるっていうことやから、いいことずくめです。で、それがたった5万円で入手できるっていうのはものすごい安いです。市場に革命を起こします。キツネじゃん。何食べてるの？おい、ちょっと来い。で、こっからは簡単に新型 iPhone SE の特徴っていうのをまとめていこうとは思うんやけど、繰り返しにはなるんやけど、 iPhone 8と全く同じです。まずね、ディスプレイに関しては 4.7 インチのレティーナディスプレイを搭載しています。これね、 Apple が独自で名称をつけてるだけで、実際は IPS ディスプレイなんやけど、まあむちゃくちゃ綺麗です。で、実際の iPhone 8がこれになるんやけど、まあまあ非常に綺麗です。で、画面解像度も 1334×750 と今の時代にしては比較的低いんやけど、 4.7 インチのディスプレイであればこの解像度でも十分かなと思います。というのも、このディスプレイ実は27インチで 4K の解像度しかないです。でも別に荒いって感じること全然ないねんな。だからね、正直ね、最近のスマホに関してはね、ディスプレイ解像度高すぎ、もっと低くてもいいかなと思うから、個人的には 4.7 インチであれば 1334×750 っていう解像度は極めて妥当だと思います。ただ一個問題があるとすれば、デザインが古臭いのよ。というのも、最近のスマホってこうなのよ、こうとかこうなのよ、わかる？これディスプレイのこっからここまで全部画面なのに対して、iPhone の8に関してはこうよ。これも全然違うでしょ。ディスプレイで言うとこっから始まってんね。だからこうね。で、本体の前面に対する画面の割合が低いのよ。ここのね、こことここ正直無駄やから、これはできればなくしてほしかったんやけど、まあでも iPhone 8を流用することによって価格を抑えてるっていうメリットもあるから、なんとも言えないところではあります。ただ個人的には 4.7 インチはちょっと今の時代にしては小さすぎるし、画面占有率も低いっていうのは大きなマイナス点になります。なんでかっていうと、これ例えば 6.7 インチのスマホなんやけど、一回この 6.7 インチに慣れてしまうと、 4.7 インチは1画面で表示できる情報量に差がありすぎんねん。こっちがね、情報量少なすぎてスクロールの回数がむっちゃ増えてしまうねん。で、情報取得の効率が大幅に落ちてしまうから、個人的にはね、 4.7 インチはもう今の時代からはないかなとは思うんやけど、ただ誰も彼もが俺みたいに親指が長いわけではないから、手が小さい人であればこのサイズっていうのはもう待ってましたと言わんばかりに歓迎したいサイズなのかなと思います。その代わりを 4.7 インチということは、画面が小さい、そして本体も小さいということになるので、重量たったの 148g です。むちゃくちゃ軽いです、これは。で、どれぐらい違うかというと、 iPhone 8が 148g なのに対して、さっき紹介したこの Redmi Note 9S っていう 6.7 インチのスマホに関しては、重量をケースつけてない状態で 200g を超えます。むちゃむちゃ重いです。だからね、この差は正直バカにならないと、軽いスマホが欲しいっていう人はもう待望のスマホになります。ただもう一点問題があります。もうね、いいところと悪いところが次々と襲いかかってくるね。軽いということはバッテリー容量が少ないのよ。で、バッテリー容量が少ないということは、電池が全然持たないです。これ、どれぐらい持たないかっていうと、例えばね、iPhone 7ですね。iPhone 7に関しては、iPhone 8よりもちょっとだけ重いね。そして、バッテリー容量も iPhone 8よりも 200mAh 多いです。それでも iPhone 7のバッテリー持ちには不満の声が多いです。1日持たないぞっていう声が多いんやけど、今回の新型 iPhone SE に関しては、iPhone 8をベースにしてることによって、さらにバッテリーが持たなくなっています。で、これに関しては、最新の CPU である A13 チップを搭載することによって、おそらく省電力性能は向上しているでしょうということになるので、 iPhone 8よりかはマシなのかなとは思うんやけど、それでも1日がせいぜいっていうところで知れてんのよ。でね、これに対してさっき紹介した Redmi Note 9S に関しては、これ、ね、バッテリー容量むちゃむちゃ多いです。余裕の2日持ちします。3日ぐらい持つね。ということなんで、軽さ小ささっていうのは大きなメリットにはなるんやけど、バッテリーがトレードオフになります。そしてスマホは電池が切れてしまうと、ただの重りにしかならないので、自分がヘビーユーザーなのかライトユーザーなのか、そしてヘビーユーザーであると自覚をしているのであれば、 iPhone SE を購入するとバッテリーが持たずに後悔することになるでしょう。お手お手、聞こえてんのは分かってんねんぞ。はい、で、次ですね、 iPhone SE のカメラがどんな感じなのかっていうことなんやけど、もう繰り返しにはなるけど、これ iPhone 8と全く同じです。もう何回この話すんねんって話やけど、 iPhone 8ですね。なんで、まあ今時にしてはちょっと少ないかなっていうシングルカメラ、これね、ちょっと心細いです。なんで、まあカメラに関してもそんなに写真は撮らないよっていう人であれば、 iPhone SE はありなのかなと思うんやけども、望遠とか広角、まあ特に俺はね、繰り返し言ってるんやけど、広角レンズっていうのはむちゃくちゃ使いやすいです。前景を収めやすいし、迫力が出るしで、広角レンズは大活躍してくれるんやけど、残念ながら新型の iPhone SE には iPhone 8と同じようにシングルカメラなんで、広角レンズもありません。ただいいニュースもあります。 iPhone シリーズのカメラは、実は iOS のアップデートごとにその画質が良くなっています。俺一回ね、 iPhone 11とあと iPhone 7のカメラを取り比べっていうのをやっていったんやけど、びっくりするぐらい iPhone 7のカメラ綺麗やってん。でもね、昔は iPhone 7のカメラそんな綺麗じゃなかったん。どうしてこれ綺麗になってるかっていうと、 iOS のアップデートをするたびにカメラにも調整が入ってんのよ。だからね、
思っている以上に夜景に強くなってるし、さらにね、動画に関しても手ブレ補正むちゃくちゃ効いてます。ということなんで、カメラは iPhone 8と同じではあるけど、意外と期待していいかもしれない。夜景にも強いし、動画にも強いです。はい、で、ここからね、新型 iPhone SE の付加価値について解説をしていきますが、これもほぼほぼ iPhone 8と同じなんで、そんなに語ることがないです。で、待望の指紋センサーをついに搭載しました。お帰り指紋センサーっていうキャッチフレーズを Apple も使ってるけど、特にね、日本に関してはマスクをつける人が多いし、で、今さらに新型ホネホネウイルスのせいで、マスクをつける人がすごい多いのよ。だからね、顔認証全然できないぞっていうクレームが多かったんやけど、新型 iPhone SE ならマスクをつけていても全く問題なくセキュリティロックを解除できてしまいます。そしてもう一つが 18W 急速充電に対応をしています。ただし誰にも望まれていないライトニング端子を使わないといけないので、そこだけ注意してください。 Type-C 端子は使えません。 Apple はいい加減にこれを廃止するべきだと思います。そして次、無線充電にも対応しているっていうのがありがたいポイントで、こういう感じだね。こういう充電器に置くことによって、これだけで充電ができてしまいます。で、これ使うことによるメリット何かっていうと、ライトニング端子を使わなくていいのよ。で、しかもね、置くだけ充電はね、このケーブルの抜き差しの手間が発生しないから、むっちゃ便利です。これまだ買ってない人は安いんで、ぜひ買ってください。生活が変わります。で、あとはお馴染みにはなるけど、iPhone 7から対応しているお財布にも引き続き対応をしているのと、あと Apple Store でも販売されるから SIM フリーに対応をしています。で、一応大手キャリアからも販売されるから、SIM ロック版っていうのも販売される予定です。で、さっき解説した内容にはなるけど、デュアルSIMにも今回一応対応してきています。その代わり一つは eSIM なので、 IIJ か楽天でしか契約ができない状況です。サービスの拡充を待ちます。で、最後にはね、 iPhone SE 5G 非対応だからまだ待った方がいいんじゃないのみたいな声がたまにあるんやけど、もう全然待たなくていいです。なぜなら安心してください。 5G はまだまだ繋がりません。で、 5G が意味ない理由っていうのを簡単に解説したのがこの3つにはなるんやけど、まずね、エリアが極小です。東京都に住んでいても 5G には繋がらないと思ってください。そしてもう一つが 5G 向けサービスがないです。 5G に今スマホが繋がったところで、 5G の速度とか低遅延高信頼性とかを活かせるアプリっていうのがないのよ。一応 Google のスタディアっていうのが今出ようとしてるんやけど、大こけしているらしくて、まだまだ実現は先でしょうと言われています。 5G のスマホを今購入したところでどうせ繋がらないし、繋がったところで意味がないから、 4G のスマホと全く変わりません。持て余します。ただ1点 5G に対応していないデメリットがあるとすれば、キャリアの 5G プランを契約できないっていうのが挙げられます。これどういうことかっていうと、例えば 5G スマホを持っていれば、それをドコモショップに持っていくことによって 5G プランの契約をしてもらえます。で、 5G プランの契約何がいいかっていうと、ドコモに関しては今現在データ通信量が無制限なのよ。これテザリングも含みます。だからこのキャンペーンがいつまで続くかはわからないけど、 5G に繋がらなかったとしても 5G プランに入っていれば 4G でもデータ通信量が無制限になるから、データ通信量にこだわりたい人に関しては今回の iPhone SE に関しては見送った方がいいのかなとは思うけど、そんな人ほとんどいないでしょ。どうせ 5G プラン高いし。ということなんで、全然大丈夫です。どうせ 5G は多分2021年も普及してないと思うし、iPhone SE もともとバッテリーが少ないから持つのは2年ぐらいが限界だと思います。ということなんで、今 iPhone SE を購入してダメになった2年後に iPhone SE から 5G スマホに買い替えるっていうのがおすすめです。ということなんで、いろいろまとめてしまうと、 iPhone SE やったなと。ついに来たな。小型スマホの星だなっていう結論になります。でね、今後ライトユーザーに関して、今まではリノ A を俺はおすすめをしていたんやけど、今後は新型の iPhone SE を進めていきたいと思います。なぜならバッテリーが持たなかったとしても、カメラが一つしかなかったとしても、ライトユーザーには関係ないから、それよりも最高の処理能力、そして安い価格っていうね、ライトユーザーが求める条件を満たしてしまってるから、iPhone SE は5万円以下のスマホを駆逐する可能性が高いです。今までは安いスマホといえば Android、Android を買う理由といえば安さっていう人が多かったんやけど、これからは安さを求めて Apple の iPhone SE を買うという時代がやってきます。つまり2020年は iPhone がハイコスパの代名詞になります。とんでもない時代がやってきました。これからの市場の動きに注目をしていきましょう。以上となります。このチャンネルではこんな感じで今後もガジェットと生活改善情報を発信していくので、この動画が良かったなと思ってもらえれば、グッドボタンとあとチャンネル登録をお願いします。あと、ガジェマガっていうブログも運営をしていて、こちらも2日に1回の確実更新でガジェットと生活改善情報を発信しているので、こちらもチェックしていただけるとありがたいです。で、Twitter もやってます。日々くだらないことをつぶやいているので、そちらもチェックしていただけるとありがたいです。長らくご視聴いただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバイ。